はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15続きやっていこう。目の前にいるのはリヴァイアさん。啓示をね、受けるために。人の話をなかなか聞いてくんないリヴァイアさんと戦闘。おお。ここで戦うのか。シフト。あっち。街がないぞ。いた。ほら。指は出しない。じゃあいいや、君が渡しなさい。クリスタルも取り戻すよ。おい、早く来いよ、ノクティス様。ルナフェーネ様、治った。もうものすごく硬いな。よし。ここ。
あ、こっから移動しなくても十分戦える。かわして、よし、半分切った。よし、あとちょっと。ガード。よし、倒した。アーデンが現れてルーナがナイフで刺された。ノクティス様、ルーナ、ここにいらしたんですね。うん、ルーナももう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え？どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？
あなたが会いに来てくださったこと。私はそれだけで十分です。なんで僕は死んでもルーナを助けたかったのに。もし心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。チャプターエンドだ。ルーナ殺されて、ルーナ死んでしまった。せっかく会えたのに。で、イグニスあれ失明してないか？なんか両目つぶってたし、サングラスかけてたし。そっか、ルーナ死んでしまうのか。チャプターエンド。でも紅葉の指輪手に入った。次回どうなるか分かんないけど、それじゃあ今回ここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。